ち上げたいなっていう思いが出てきたんですよ。で、全然来ちゃったら自分行動しちゃいたいタイプなんで、もう速攻でもう会社に言ったんですよ。僕辞めますって言って、まず海外でアパレルブランド立ち上げるためには語学留学だと思って選んだのがフィリピンだったんですね。ああ、まずはだからで英語を学びに行ったのね。そうです、英語を学びにまずフィリピンのマニラに行きまして、はいはい、空港に着いた時から動画を回してたんですね、うん、そういう感じで上げてた動画の1個がフィリピンの人たちからバズったんですよ。どんな動画だったの、そのバズったやつは。バロットっていう孵化直前で止めた卵っていうのがあるんですよ。ああ、ちょっと毛が生え